丸山城志郎選手です。激闘を終えてすぐ、今ちょっとお話はまだ伺いづらいんですが、今のお気持ちいかがでしょうか。こうやって、コロナの中で、なかなか、スポーツ界で前に進むことができない時期がありましたけど、僕はひたむきにやってきました。自分を信じて、妻を信じて、そして毎日一緒に稽古とトレーニングした大野先輩、感謝の気持ちいっぱいです。多くの思いを抱えてやってきたと思います。今日の阿部選手とのワンマッチ、どんな24分間でしたか。あっという間でしたね。今24分って知りましたけど、結果は負けましたけど、自分のやってきたことすべて出し切れたと思ってます。本当に私たちもずっと息を忘れるくらい引き込まれる試合でしたが、丸山選手にとって改めて阿部選手、どういった存在でしょうか。まあ、ここまで肉体的にも精神的にも強くなれたのは、僕だけじゃなくて、僕の力だけじゃなくて、阿部選手の存在があったからこそ、ここまで自分自身追い込めることもできました。で、僕を成長させてくれたのも彼の存在があったのは間違いないです。先ほども尊敬する大野先輩、そして奥様のお名前など出てきましたが、多くの方がここまで期待して支えになり、ここにいると思いますが、皆さんにどんな言葉を送りたいですか。一番思うのはやっぱり、ここまで僕を育ててくれて、一緒に戦ってきてくれてありがとうございますと伝えたいです。それと、まあ、勝負の世界は結果が全てなので、今回負けたことは結果で恩返ししようと思ってたので、恩返しできなくて申し訳ありませんという気持ちもあります。
まだお話しされてないかと思いますが、奥様とどういった話をしますか。ここまで僕のわがままに付き合ってくれてありがとうと伝えたいです。本当にすごい24分間でした。まだ僕の柔道人生は終わってないんで、これからも諦めずに、前を向いてもっと精神的にも肉体的にも強くなれるように精進していきます。